硬くて濡れてるんだとしたらミスも起きるだろうから、そういうとこから失点食らって自分たちが、ね、苦しい思いするっていうのはなくしたい。スライド、帰り横でーちょっと行かないね、ここで。今日は3点行こう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 、やばい、今日誕生日だから顔が生き生きしてるんだよな。でもこんなんだったよ、この間。そうですよね。いや、今日もゴール期待してるよ。前半でいきましょう。よし、整った。いいね。あ、一番やばい。ゴー。やりきれよ。
きますよ。こっち後ろ、こっちしっかり。はっきりも、はっきりいいぞ。お前半ない。その辺の、ね、雨のグラウンドの中での強弱っていうところはしっかりね、コントロールもそうだし、そういうところは常に慎重にやらないと、ね、やっぱりミスが起きやすい状況になっちゃう。それを自分たちで起こしてるのと同じだから。やっぱあもっといいよ、入ってで、ボランチョ1個もっと帰ってこい。
はい、サンキュー。ナイス、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 ボスト、大城リゴ、ナイス、ナイス、よいしょ、よいしょ、ナイス、ユウト、よし、ナイス、ナイス、ナイス、よし、ありがとうございます。よし。よし。よし。しっかりトレーニングして、少しでもね、チームの質、チームワーク含めてね、上げていく時間をしっかりね、ピリピリした状態でやれるっていうところはいいと思うんで、じゃあ、風邪ひかないようにね、取りましょう。よし。お疲れ様です。まず今日の試合を率直に振り返ってもらっていいですか。今日の試合はまあちょっとグラウンドも雨が降ってて滑りやすい状況っていうのがあって、前半とか立ち上がりの方はまあ個人的にも全体的にもミスが増えてて、まあ結果的にも前半は1点しか取れてなくて、まあ最初は難しい試合でした。今日ハットトリックということで、はい、一番今日の得点の中で個人的に良かったゴールは、個人的に良かったのは3点目ですかね、はい、理由は、理由はまあそのゴール決めるまでのちゃんとサイドが空いてて、そこに須川に順がしっかりとスペースに出して、で須川もその余裕を持って中をしっかり見れて、自分も入りすぎずにタイミングよくいいポジションに取れて、須川も出してくれたんで良かったかなと思います。残り3試合でどんぐらい取りたいですか。まあでも最低でも今年の目標としては1試合で必ず1点取るっていう自分の中で目標があるので、まあ3試合なんで3点ぐらい取るのは目標にしたいです。はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。焼肉和男性の店主、福島ひかりと申します。どうぞよろしくお願いします。祭りで開店してから2年弱経つんですが、まあ、ずっと早起きサイレブンを応援しておりますが、弊社は焼肉レストラン葉山牛指定飲食店として焼肉レストランを、運営しております。まあ、弊社の売りとしましては、葉山石井ファームというところから直送された新鮮な葉山牛、および、葉山石井牛をそのまま新鮮な状態でお客様に、お召し上がりいただく、美味しいお肉が食べれるという焼肉レストランです。ぜひ厚木の中町、2丁目でやっておりますので、どうぞお越しください。